はい、皆さん、こんにちは、東京学芸大学准教授で物理学者の小林晋平です。今まで僕らはですね、いろいろとこう動画を、作ってきたんですけども、まあちょっとね、そういうことをいろいろとこう試していく中で、音声だけというか、ラジオみたいなことをちょっとやってみたいなっていうね、ちょっと思い始めるようになったんですね。まあ理由はいろいろあるんですけど、まあちょっとこのコロナの影響で、まあ大学の方でもみんないろんなタイプのオンライン授業をね、試みてるんですけれども、その中でですね、例えばテキストだけを、まあ、紙とかのねテキストを事前に配っておいて、でそこに音声だけで説明をしていくっていうねスタイルの授業をやってる先生が実はまあいたんですね。まあ、うちの大学の先生ではないんですけれども、でそれをちょっと聞いた時にですね、僕もですね、あれ、これひょっとすると理解させやすいかもしれないぞっていうふうにちょっと思うようになったんですね。っていうのは、人間って視覚からかなり情報をやっぱり受けているので、まあ、その視覚をですね、一回ちょっとこうシャットアウトして音だけに集中するとですね、すごく深い思考に入っていくことが実はできるんですよね。まあ、なんていうんですかね、こうじっくり思わず耳を傾けてしまうというか、まあ、だからその動画の場合はですね、まあ、かなりこっちが作り込んだりとか、そういうふうにしないとなかなか、まあ、なんていうんですかね、インパクトのあるような形で入ってこないんですけれども、音だけの情報だったりするとですね、こう聞いてる側の人たちがすごくこう、まあ、しっかり聞こうというようなですね、まあ、意識がなんとなく働くんですよね。なので時にはですね、こういう僕の授業とかだといつもすごいもうテンポよく、ノリよく、もうすごいハイペースで進むっていう形の、まあ、そういうパフォーマンスみたいな感じでやってるんですけれども、今度はですね、ちょっとそれとは真逆に、むしろこうちょっとゆっくり落ち着いた感じでですね、皆さんにこう耳を傾けていただけるような形 の、まあ、配信の仕方っていうのもちょっと試みてみたいなと思うようになったんですね。で、まあ、当然ですね、これ音声だけの話なので、まあ、難しい数式とかね、そういう話とかね、ちょっと置いといて、まあ、時にはね、ちょっとそういう簡単な、簡単めの物理の話もしようと思いますけども、まあ、メインはどちらかというと、僕らの普段の日常の会話といいますかね、実は大学院生のですね、学生とかとも、僕らかなり、しょっちゅう議論をするんですけれども、まあ、今こういう状況になっても、ズームとかそういうものを使って、よく議論はもう毎日もずっとやり続けてるんですけれども、その中のですね、まあ、時には雑談からすごい面白い話が出てきたりとかですね、まあ、そういうところがあるので、ぜひちょっとね、その、まあ、臨場感というか、面白さというか、ちょっとそういうものも、紹介できればなというふうに、思って、まあ、こんなことを考えてみました。で今日はですね、まあ、いつもですね、ピシスエンターテイメントのですね、まあ、編集から、まあ、実際に登場して講義なんかもしてくれているですね、大学院生の、太田圭介君のですね、相方にちょっとやってみたいと思います。では太田君もちょっとじゃ自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。大学院生の、太田圭介です。今日は、皆さんと楽しいお話ができたらいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、じゃあ早速始めていきたいと思います。授業の後に物理屋の放課後。この番組は小林研究室で普段交わされている会話の一コマを切り取ったものです。いつもの研究室の雰囲気が伝われば幸いです。第1回目の今回は6月27日土曜日に実施した東京学芸大学デジタルキャンパスツアーの話題から始まります。リラックスしてお聞きください。今日もお疲れ様でした。いやー、とりあえずこの間の土曜日はもう本当にお疲れ様でした。ではですね、あれは大変だったね。キャンパスツアーは遥か彼方の出来事になった。いやー、もう本当に、いやー、やりましたねっていう感じで、いやもう、まあ、ちょっとなんかこのコロナの感じになってからもうね、ひたすらこう時間のなんか経過が分からなくて、なんだろう。いやもう あれだってね、24時間走り抜ける物理だって3ヶ月前だからそこまで前ではないはずなんだけど、うん、もうなんか極端なこと言うと、もう5、6年前にやったようなイベントみたいな感じするけどね。いや、なんかその、なんだろう、例年の小林研のイベントのペースってもっと遅かったんですよ、うんうん、ああそうだね、多分そうだね、うん、僕的には本当に多くて、うんこの3ヶ月になんかめっちゃやったから、ほんと1年前なんですよね。もう夜学とかどっか行っちゃってるし。いやほんとそうだよね。2月にやる、だってボリューム1が去年の8月、あ、ボリューム0かが去年の8月で、11月にボリューム1やって、まあ2をね、2月の末にやる予定だったやつがまあ飛んじゃったわけだけども、いや大体そんなもんで、そうか、だからあれか、ずっと3月4月はもう毎日動画で新しい講義を出してたから、うんうん、ほぼほぼ毎日新しい講座をやってたようだったんだね。そう。
そうだよね。だってまあやってたとしたって週1からまあ各週に、うん、そうだね、2週に1回ぐらいしかやんなかったもんね。うん。もともとそうだった。で、それですら、ちょっと切羽詰まってるからみんな頑張ろうみたいな感じやってたのが毎日だし。本当だよね。でも今回に関しては1週間前に言われたものを遂行してしまうっていう。いや、本当。ついに。そうそう。そうなんだよね。ついにもうそれができるようになってしまったっていうのがね。そうなんだよ。だって、その前の日曜日に言われ、やりますかって話が正式に決まって、で、え、いや、やるんですかみたいな感じで一気に、うん。そう、だから当初はね、もう5月にいきなりやろうと思ってたからね。そうですね。まあ、雨が降って、まあ、いきなりできなくて、うん、で、そうこうしてるうちになんか、なんかやるタイミングを逸したというか、うん、なんか、今ここでやらなきゃいけないみたいなのがもはやないな、みたいになっちゃったんだよね。そうですね。で、てっきりないもんだと思ってたんだけども、やっぱりやりますって話が急に決まって、うん、で、もう一週間で、本当に大急ぎだったよね。うん。まあ、本当そういう意味では、だからやる感じになって助かったというか、やれる機会をもらってよかったっちゃよかったっすね。よかった。いや、すごいいい経験にはなったよね、うん、今回のあれはね。確実に次につながるなっていう。本当だね。うん、ライブ配信の難しさが、ロケの難しさは本当に痛感したし、いや、だから人数さえいれば、まあ、ある程度できるから、うん、そうですね。で、うちのメンバーみんなやろうぜって言うと、まあ、ノリノリで来てくれるから、まあ、本当は人数の確保できるんだけど、密を避けないといけないっていうのがね、この制約だけだよね。やりづらい。そうなんですよね。こう実際撮ってる時も、うん、スタッフはどうしよう、密にならざるを得ないぞっていう、本当だよね。ところになってたんで、本当だよね。だからね、気にすると難しい。難しいよね。難しいですね、うん。工夫のしどころなんだなって思いました。だね。次はね、本当に実験風景とか、本当にあの、散策にいろいろ出かけてって、うん、自然の中でいろいろね、やるやつやりたいと思ってるけど、どうしても何か一箇所、なんか面白いの見つけたら、みんなで当然普通そこ集まるから、今度はね、子供たちとかだって参加させたいし、はいはいはい、で、みんなでこう、見て見てってなってね、頭ガツンってぶつかるくらいに、こう、突き合わせるのがかえって面白いわけで。そうなんですよね。でもやっぱそこ授業の面白さじゃないですか。いや、ほんとそうなんだよ。教育ってそうあるべきですよね。あるべきですよね。この人と人との距離がこう、そうそうそう。こう、縦横無尽に変わっていくのが面白いのであって。いや、そうなんだよね。みんなでなんか遠巻きに見てるのって、やっぱり面白くない、面白くないですね。いや、ほんとそう思います。そうだよね、うん。なんならみんなでこう、奪い合うぐらいのさ、なんか誰か一人面白いのをね、見つけて、うん、僕にもっつって、奪い合うから面白いのであって。いや、ほんとそう思いますよ。それができないってのはちょっとね、本当にね。うん、なんか次回の荒川散策で奪い合う場面があったとしたら、うん、カメラ垂直覗けるなら、うんうん、そこだね。もう絶対、って、僕もなると思う。間違いないね。いや、そう、次ね、ちょっとね、荒川の散策をやってみようってね、そうなんでね、その、うちの息子が言った疑問の、お父さん、川の水ってどこから海の水になるんっていう、どっからしょっぱくなるのっていう、その疑問ね。確かにそれそうだよなと思って。まあなんかどっかでテレビでやってたって話もちょっと聞いてはいるんだけど、これは自分たちでやってみなきゃ面白くないでしょうと、うんうんうん。ね、せっかくだからみんなで行ってみて、まあ水中カメラとか沈めたりとかしてね、うんうんうん、ここで確かに切り替わってるぞってのが見つかれば、これ面白いなと。いや、面白いと思うんですよね。いや、実際見るってのもそうだし、うん、動くのが面白いんですよ、結局。そうなんだよね。いや、その時、うちのね、息子たちが、その宿題で、コロナ禍の中の宿題で大量にいろんなの出てて、で、社会科の問題もあったんだよね。はい、はい。その中で、その、私たちの東京について知ろうみたいなやつがあって、はいはい、穴埋め問題とかいろいろあって、東京には何々川がこう、長く東西に走っていますとか、まあ、で、南北にはこう、荒川がありますみたいなとか、はい、そういう埋めるとこあったんだけど、その話で、プリント解いてる時はもう全然楽しくなさそうだ。その川の話をして、ちょっと荒川行ってみたら面白いんじゃねえかとか言って、ちょっと地図帳持ってこいみたいな話になったら、もう勝手に調べ始めるんだよね。そうですね。それなんですよね。うん、それがやっぱり、その、なんだろう、教育あるべき姿。そうだと思うんだよね。いや、もう本当になんか、だからいかに教えるかっていうよりは、うん、いかに面白い教材とそこに必然性を持たせてあげるか。うん、そう。いや、本当そう思う。そう、だからさ、この間のね、かっこつけない本だな、企画の中で、大村先生ともお話ししたけれども、大人とか学校が与えている教育内容に興味を示さないからといって、子供が勉強、まあ嫌いなわけでも、はい、勉強に向かう精神がないわけでも何でもないっていうね。たまたま与えてたものはピンとこなかっただけで、じゃあ学びを全くやるつもりがないのかっていうと、そんなことは全然なくて、うん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 、興味があることってのは人間誰でもやるんだと。本当にそうだよね、うん。そう思います。この子はね、だから一個なんかテーマ与えて、この子、その子が食いつかなかったからって、この子やる気ないなとか、勉強嫌いなんだなとかいうのは、もうとんでもない勘違いもいいところだよね、うん、それはね。そうですよね。
だからね、それね、それ一つなんかね、親にとって少し励みになるところもあると思っていて、なるほど。やっぱりね、その、特にこのコロナ禍ってほら、親御さんがみんな勉強教えなきゃいけなかったから、はいはいはい、もううちの子全然やる気がないとか、やっぱりうちの子はなんか勉強嫌いなんじゃないかとかで、うん、もうみんなちょっとがっかりしたところとか、ある親御さんもたくさんいると思うんだけど、そんなことは全く気にする必要がなくて、うん、たまたま今与えられてるものが面白くないだけのことで、だからといってね、だから本当そのなんかことだけで判断してしまって、なんかそう、なんだろう、例えて言うなら、ラーメン嫌いだって言ってる子供に対して、なんか、この子は食べることが嫌いなんじゃないかとか、何もかもが食べれないとか、好き嫌い多いとか判断してるのと一緒で、ラーメンが嫌いだかもしれないけど、カレーは好きかもしれないし、たかがそれだけのことなんだよね。だからね、親御さんは全然まあ落ち込む必要もないし、そもそもじゃあ勉強、仮にだよ、本当に勉強が全て嫌いだとか、勉強だけじゃなくて、あらゆる学びが仮に全て嫌いだって人がいたとして、はいはい、じゃあ悪いのかっていうところですらあると思うんだよね。それはその人の人間としてのそのなんか、まあ能力って言ったら変な言い方だけども、その人のその成長可能性とかと照らし合わせた時に果たしてどうなんだっていうのは全然わかんないわけで。わかんないですよ。で、しかもスイッチだってどこで入るかわかんないわけじゃない。人間ってなんか急に興味持つことってことも本当いくらでもあるし、まあ本当に食べ物と好きの好きってことと一緒で、子供の頃ピーマンあんだけ嫌いだったのになんか急にうまくなったぞみたいな。そういうのってもう必ず誰でもあるから、ね、たまたま最初に食べたのがまずかったから、で、それでね、楽しい、その日体調悪くてよく吐いちゃったりとかすると、あ、もう自分はもうダメなんだと思って、この食べ物一生食べれないわ、みたいな思い込んだりすることあるけど、それすらね、本当に最初の時がたまたま運が悪かったっていうだけのことでね、いくらでもあるもんね。いや、本当そうですよ。いや、本当なんか、普通に生活してても、常に学んで、どんなに勉強嫌いな人でも、学んでるわけじゃないですか。いや、本当そうなんだよね。昨日と全く同じ行動を繰り返してるわけじゃなくて、少しずつ変わってる。本当にそう。そもそも細胞が変わってるから、うん、明らかに人間としてグレードアップしてる。うん、いや、そうなんだよね。絶対変わってるからね、うん。その時に新しい出来事を常にインストールし続けてるわけだから、学んでない人間って、バイディフィニッションで、まあ、ってかね、で、いないというかね、できないんだよね、学ばないでいることがね。うん、人間として生まれた以上、もうそうなんだよね。生物として宿命づけられてるから。そうそうそう。そうなんだよね。常に我々ってね、細胞自体がどんどんアップデートされてっちゃってるから、うん、学ばないことは不可能なんだよね。そうだね。本当に。そこまでこう立ち上った時に、じゃあ実際自分が勉強、これでカリカリ勉強することっていうのが、そうそう、じゃあ、どこまでその差があるのか。うん。本当本当。嫌いな人、勉強嫌いっていうのと。うん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 。それだけが勉強じゃないっていうのそもそもあると思います。いや、本当そうなんだよな。だからね、そう、すべてをさ、宇宙のね、だから神羅万象すべてを探って、この子何にも反応しないわっていうことなんて、誰にもできないわけで。そうそうそう。全くわからないよね、それはね。で、普通に生きて、やっぱり何がしかね、それこそ無気力でね、本当に、いや、やる気何にもわからないわって言ってる人も、わかない自分っていう状態をちゃんと見てるわけじゃない。で、自分はだから何かを求めてるんだよなと、でもそれが見つかんないからどうしようもなくて今ボケっとしてるんだよなってことは認識してるわけだから、ってことは自分の中に何か湧き上がるものはどこかにあるんだってことはみんな分かってるわけで、うん、たまたま本当に偶然出会えてないだけのことなんだよね、うんうん、そのくらい誰しもちゃんと学びに対して実は無関心性って持ってるから、なんかそこをなんかね、本当にあの学校で与えられたものが偶然こうピンとこなかっただけっていうだけの理由で、いや、その子の可能性を狭めるっていうのはもったいないとかじゃなくて、本当に誤解もいいところだし、ましてそれで苦しむなんていうのは全く不必要な苦しみで。そう思いますよ。いや、だからよく、その勉強しなくていいっていう人もいるけど、でも、そこの、ちょっとね、一段僕らが言ってる勉強、いや、いいんじゃないって、多分一段違うんですよね。そうそうそう。そう、そうなんです。そこ大事なとこ、すごい大事なとこ。学校、なんか、なんだろう、よく安直に言うなら、いや、どうせ世間では使わないとか、いや、勉強しなくたっていいんだ。社会でどうせ使わないじゃんっていうこととは、全然違くて、むしろ逆なんですよね。いや、みんな学んでるんだから、学ばないことができない。だから、そうなんだよ。いいんだよ。無理しなくていいんだ。どうせ君はやってるから大丈夫っていうことなんですよね。そうそうそう。ちゃんと学びはやってるからって、ちゃんと発動してるから大丈夫だっていう。うん、その要は受け止めてあげる側の問題であって、これ確かに学んでるよなっていうことを、ちゃんとその人の学びを見れるかどうかの問題で、だからその意味で先生は相当に引き出しは多くないといけないし、うんうん、あとはまあ余裕を持てないといけないというか、まあ器量というか器の問題になっちゃうけど、そうですね、怖がらずに先生自身がでーんと構えてないといけないところがあって、そこがすごく難しいんだけど、自分でもやっぱやってても分かります。ある程度想定してた、想定外のものが来た時に、うん、そうね、うん、よし、じゃあそれも含めて授業を組み直そうってできるかできないかって、やっぱりこれはこう、なんだろう。
そう、ね。度量の問題。いかに修羅場をくぐり抜けてきたかとか。あるね、それは。いや、先生が本当にいろんな経験を持ってないといけなくて。うんうん、で、もう一つのほら、学校の側面である、単純な技術の習得っていうよね。やっぱりその、やらないといけない技術というか、まあ、つまりひらがなを覚えましょうとか、はいはいはい、漢字はある程度知っときましょう。掛け算の九九できないと、本当に将来騙されちゃいますみたいな。はい、で、それは、確かに期間内に与えないといけないから、それとの兼ね合いで、ちょっとこれは脱線できないぞとか、組み直すと大変だぞっていうものは当然出てきちゃうんだけど、でもそこはね、実は余裕結構あるんだよね、本当は。そうですね。実は指導要領に書いてある内容って、本当に必要最低限だから。そう。そうなんですよ。そこはクリアできるんですよね。そうなんだよ。そこはなんとかなるし、でちゃんとそれも理由を説明すれば、結構子供は分かってくれるところで、確かに大事なんだっていうところはね。ではやっぱり言った方がいいと思うんだよね。なんで大事なのかとかそういうのはね。本当一番の究極のところは、例えばそうだな、僕らの理科とかそういう絡みで言うんだったら、僕よく生物の話とかするときとかには、生物で基本的に一番教えてほしいのは、まあやっぱり重要なのはすごく二つあって、まあ一つは人間その何しろ、まず弱いという、必ず壊れてしまうっていうこと。うん、それともう一つは、まあ、生物多様性って言い方で今言われてるけど、いろんなやつがいるじゃなくて、いろんな生き方があって、しかもそれなりにどれもうまくいってるっていうことをちょっとね、教えてほしいなっていうふうにすごく思うんだよね。まあ、それは僕自身が別に生物の専門家じゃないから、その部外者から見たら、生物から学べたら一番嬉しかったことってそれだなっていうふうに思ってて、特にその、まあ、やっぱり弱いとか必ず壊れちゃってるのは当然ね、まあ、人間誰しも持ってるもので、だからこそ、まあ、命は尊いから、まあ、人生も一回しかないから、やっぱりいろんなことを試してみてほしいとかにもつながってくるし、うんうん、他人に対してなぜ優しくしなきゃいけないのかって、それはやっぱり壊れちゃうからだっていうところはベースにあると思うんだね。で、人間の命は有限だから、じゃあ有限だってことをちゃんと自覚したら、じゃあ今これってやる意味ありますみたいなことっていうのは遡って考えられるわけで、うんうんうん、そこは絶対伝えてほしいんですよ。で、もう一個その多様性のその中で、その、いろんな生き方があって、どれでもいい。それなりにうまくいってる。まあベストじゃないし、みんなどれも、なんかね、残念な生き物図鑑にあるように、なんでこんなことしてんねんみたいなのとか山ほどあるけれども、でもそれなりにうまくいってて、で、その生き方したっていいわけだよね。で、それがわかると、あ、生き方って全然一種類じゃないし、本当にもう生物の数だけ多分生き方って存在してて、で、そのどれはどれもで別にどれにも優劣がそもそもないってことがわかると、まあ強く生きていけると思うんだよね、そこはね。確かに。そこをむしろ伝えなかったとしたら、まあなんだろうね。結局のところ、生きていく上では、まああまり意味がなかったってことに多分なってしまうんだよね。そこをなんか自覚できるかどうか。すごい大事ですよね。いや、でもやっぱりなんだろう、その、先生なりの今の生物への思いっていうか、まあ伝えてほしいのこれだってあったんですけど、やっぱそれって教える側がある程度やっぱ一人一人違うのはもう当然じゃないですか、バックグラウンドがあって。でも、それぞれの教員が持っててほしいものですよね。そう。そう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 。ほんとそう思う。そこでメタ的な、なんかこう、なんでこれをやんなきゃいけないのかっていうのは多分正解はないんですよね。ないね、きっとね。ないんだけど、教員が一人一人が考えたなりに、そう。伝えてくれるっていうのは全然違いますよね。そうなんだよ。大きな物語をやっぱりみんな持ってないと、で、それで語ってくれれば、別に趣味一貫してるんだったら、実はストーリー違っててもいいんだよ。いや、ほんとそう思います。まさに僕が今言ったような見方で伝えてても別に構わないし、で、それ聞く側はちゃんと納得するんだよね。ちゃんと辻褄が合ってるというか、趣味一貫してさえすれば。でも違う観点から見たら全然違うそのメタストーリーが出来上がるっていうのはやっぱり人間ってちゃんと分かってるから、それはそれで納得だよなってことぐらいはみんな思ってくれるので、まあよっぽど変な理不尽な話だったらもちろんそれあれなのかもしれないけど、こじつけだらけだったら。でもそれはね、守備一貫してないというところでやっぱりボロが出るから。そうなんだよね。だから僕なんか物理の、まあ専門の物理なんかの場合は、本当に世の中が美しいんだっていうことを心の底から納得するためには知っててほしいと思ってやっていて。でね、標語的に世界は美しいとか宇宙は素晴らしいみたいなことでそれは誰でも言えるし、この美しい地球を守りましょうみたいなことはそれは誰でも標語的には言えるんだけど、じゃあ心の底から本当に美しいと思ってますって言われたら、やっぱりそこはね、ほとんどの人間は思ってないわけで、どうも美しいと人が言ってるらしいぞっていうことぐらいしか思ってないわけだよね。だけど、本当に究極のところまで勉強してみると、本当にうまくできてるなってことが見えてきたりとかする。自然界のその対称性だったりとか、世の中、自然界ってのは何か知ってるんじゃないかっていうぐらいうまくいっている。それこそ、
ある種神みたいなものを想定する必要がないくらいに綺麗だっていうね、うんうん、ある意味だからそこまで言っちゃうとなんか本当に究極のものって別にもういいやっていう、こんだけうまくいってんだから別に何もいらなくないかっていう思えるくらい綺麗だっていうところまで行き着くと僕は思ってるんだけど、そういうものを心から実感するためにはある程度学ばないと多分ダメで、表層的な美しさとかじゃなくて、なんかこれまあいい例えになるかわからないけど、音楽とかってまあ、別に音楽に詳しくなくても十分楽しめるじゃない。もう体が楽器化してしまうから、身体が楽器化するという、うん、まあ、芸術の中でも非常に特別な存在だよね。すべての芸術は音楽に嫉妬するっていうのは、本当にわからんでもないという思うんだけど、そういうところあるけど、でも、自分も演奏してみたりとか、あと音楽もそれなりに勉強してくると、より一層楽しめて、こんなことだったのかみたいな、この仕掛けが分かった時にもっとうわーって思えるところがあったりとかする。で、さらに自分も参加できるようになって、自分も作れる側になってくると、より一層楽しくなってくるっていうのとある意味一緒で、宇宙の美しさとか星の綺麗さ、銀河の美しさとかって、表層的な楽しみ方ももちろんできるし、それだけでも感動するぐらい涙が流れるぐらいのことももちろんあるけど、さらに奥深くまで学ぶと、もっとそこに、なんて言うんだろうな、銀河が出来上がる時の気持ちに自分もなるぐらいのところがあって、これすごいわっていうのを思わずもうため息が漏れるみたいな、そこまで行き着くと思うんだよね。で、そういうところまで、なんか世界の美しさが見えてくると、なんか、ああ、学んでよかったなっていうふうに多分なると思うから、そういうことのためになんか知ってほしいなっていうところがあって。確かに。いや、なんかその、なんだろうな、見た時に、そう、学んだ人の視点で見ると全然違うんだっていう時に、うんうんうん、よく勘違いされるというか、一瞬あれと混同されるんですよ。花火を見てるときに、あ、うん、あれはカリウムっていう、なんかちょっとその科学理系の人をある意味ネタとして使うときの言葉でよくあるじゃないですか。ある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 。あれとはまたちょっと違うんですよね。そうなんだよね。そうなんだよね。あれじゃないんだよっていう。そうなんだよ。そのフェーズを一回のある意味もう超えてるというか、うん、もうさらにこう螺旋の上の段にもう登ってる感じがあって。ってるんですよね。やっぱりそこまで本当に分かってるフェーズを通り抜けてくると、改めてまた、あ、だからやっぱり綺麗だわっていう。うん、あ、俺はこれを求めてたのかみたいなところまで行くところがあるんだよね。ありますね。だからそういう時の、ただそこまで行っちゃうと逆に、すごい細かい、例えば物理だったら台車をね、転がっていくさね、あの、はいはいはい、物体の加速、台車の、力学台車の加速度の話とかって、よく俺らもネタとして、それは、いや、つまんないですよね、それだけではって言い方するけど、でもやっぱり一回究極まで分かると、でもあれ大事なんだよなっていうことが逆に分かってきて、てかむしろ、あの、力学台車が坂道を下るたったこれだけの現象に、不景なっていうふうに思うようになるんだよね。これ見事だわっていう、綺麗なモデル、いいモデルっていうふうに思えるようになるんだよね。いや、そうなんですよね。いや、だから座標の取り方にしてまさにそうだと思うんですよ。いや、まさにそう思う。斜めに取るっていうのが、いかに、その状況を的確に表現するために、合ってることなのかっていう。そうそうそう。これしかないよねっていうの取り方はやっぱりやってて、別にね、あの二次元系で捉えて、高速系の力学やったってもちろん構わないけど、それで構造系の力学でディラック括弧計算するんですかみたいな話で、そんなことしなくったって当然一発綺麗に答え出るわけで、これ見事だと。しかもそこにだからそのラグランジアとかそのちゃんと勉強して、ラグランジの未定乗数とかくっつけて高速条件やった時と、やっぱり結果同じにちゃんとなると。最初から一次元で置いといたってうまくいくし、その時には得意ラグランジアになってなくってうまく計算できてるんだみたいな。はい、そうすると、やっぱりいろいろ考えた挙句にこのモデルしかねえな、みたいなのがちゃんと見えてくるわけで。うん、そこなんだよね。そうなんですね。だからそういうところを経験した人が言う、いや、やっぱり基本は大事だよっていう言葉って、やっぱり重みがあって、うん、で、それは先が見えてるからなんだよね。いや、そう思います。で、そのゴールとかもっと上の段階が見えて、その究極の成果が見えてる人が言うところの、これは基本今やっときましょうっていうことと、なんか先にあるらしいからとか、役に立つらしいとか、一番ひどいのは今やっとかないとひどいことになるっていういわゆる脅し型の教育ね。だから今のうちにやっときましょうみたいな。はいはい、それとはもう全然こうクオリティが違ってて、うん、で不思議なのは言ってるセリフは同じに一見聞こえるんだけど、響きが多分違うんだよね。違いますよね。絶対そう思います。そうなんだよね。だから聞いてる子供たちが、あれこれはやっといた方が面白いのかも。っていう風に思ってくれるんだよね。ちゃんと分かってる人が言うとね。いや、そう、本当そう思うんですよ。いや、例えば世界美しいにしたって、うん、だ僕だって授業で同じようなことやって言うんだけど、うん、自分自身がなんかやっぱそこまで多分まだ思ってない。だからなんか薄っぺらいんですよね。だから本人が本当に思ってるか、多分全然違う。好きなこと喋ってる時はもうこれは面白いんだ、本当にすごいんだって。伝わるんだよね。そう、伝わるんですよね。そうなんだよね。絶対そうなんですよ。
自分の中に一瞬でも疑いがあるときって、これ本当にびっくりするぐらい滑るんだよね。これ芸人さんはやっぱり言ってたけど、何か最後のオチを言う前に、一瞬でもあれこれちょっとウケないかもって思ったら、本当にウケないんだって。なんかそういうもんみたいで、不思議とどこに声のトーンに出るのか、まあ目が笑わないのか、表情がこわばるのかわかんないけど、絶対出ちゃうんだよね、その微妙な感覚ってね。いや、そうなんだよな。いや、それすごいわかるな。いや、そうだからね、理由が分かってて言ってくれれば、もう本当に子供たちって伝わるから、うんうん、いや、これちょっとその、これね、まあ、今日もそのゼミの中で、君らにもちょっと言ってみたけど、うちの子供がその学校の先生からね、その、小数点の点をグリグリってこう、ちゃんと丸くこう書きなさいっていうふうに言われて、うんうんうん、で、息子は、お父さんなんで丸をグリグリってやらないといけないのっていうふうに聞いてきたから、いや、それでまあ、でね、君らにも一応確認も取ったんだけど、ね、その、グリグリっていう、あれは小数点はピリオド。みたいなものであって。で、それからピリオド以外にもコンマっていうようなね、グリグリってやってちょんってつけるようなやつがあって。はいはいはい、で、それと日本の句読点の句点は、ちょっと長めの線みたいな、うん、ね、ピリオドの点とはちょっと違うから、そうやって世の中には似てるけど、コンマとピリオドと句点っていう3つ違うものがあるから、違いがわかるようなぐらいはグリグリって書きなさいっていうことだっていうふうに、まあね、そうやってまあ息子には伝えたんだけど、それ一言先生が言ってくれたらまあ別にいいのになって思うんだよね。うん、で言うだけでまあ小学生でもまあわかるし。で、要は小学生は似て非なるものがあるなんて知らないから、そうやって言っちゃうわけだけど、ちゃんとまあ3個の例を見せて、これ違うよねと。で、それぞれ違う場面が、使うの違い、使い分けないといけない場面が出てくるから、ちゃんとやりましょうねって言えば、あ、そうかって、それだけだと思うんだよね。うん。いや、本当なんかやっぱ理由を説明されて大事だなと思って。うん。極論、多分、理由が高尚すぎて、その子たちね、今理解できなかったとしても、うんうん、そう、本当、うん、なんか多分、言われるのと言われるのと全然違うんですよ。いや、そうなんだよね。子供からしたら、キョトンとか、うーんぐらいになるかもしれないけど、やっぱり言われると、子供ってどこかに何か残ってて、どうも先生は大事なことを言ったらしいぞっていうことがあると、うん、人間ってやっぱすごいもんでね、はいはいはい、子供とかでもバックグラウンドでそういうことって意識の端に登ってて、ちゃんとやるんだよね。もちろん、まあ、いずれ忘れたりとか、うん、まあ、結局翌日には忘れちゃうこともあるかもしれないけど、一回インストールされてる子って、どこかでもう一回思い出しやすいし、いや、本当そう思います。で、似たことを言われた時に、あれなのかなとか、なぜかできたり、まあ、無意識かもしれないけれど、うん、できたりとかするんだよね。はいはい、だから、種をね、まくって、まあ、よくね、僕も教育は種をまくもんだって言い方をするけれども、ちゃんとやっぱり、なんだろうな、今言ってもわからないだろうから言わないじゃなくて、いつかわかる時が来るはずだから、今のうちに言っておくなんだよね。はいはいはい、やっぱりその種をまあ当然だから撒いておかないと、撒かなきゃ当然発芽しないから、はいはいはい、ただその時気をつけないといけないのが、信頼関係がそもそもないと根付かないんだよね、種が。そうですね。この人なんかすげえわけわかんないこと上から目線で言ってる人だみたいな、またなんかただの自己満だみたいな風になっちゃうから、そこまでにどれだけ信頼関係を保つことができて、この人が言うことだからなんかあるんじゃないかっていう風に思わせないといけないね、うん、それはもう普段のまあ行動、もう本当に普段の我々とのやりとり、まあ、別にこれは先生と学校だけの話で全然ないと思うけど、そうですね、ね、会社の上司とか、まあ、親子関係も全くそうだと思うけど、はい、普段からやっぱりなんかそういうことがあると、あ、この人の言葉はなんとなく聞きたい、聞いておいた方がいいような気がするっていうね、うん、印象に残ると思うんだよね。なんか本当そう思うんですよね。なんかだから いい人、いい先生とか、すごい改革者って言われる人が、実はいかに地道なことをやってて、うんうん、そうだよ、実はすごく泥臭くて、まあ、例えば本当小林先生の授業にしても、いかに、その、ただ伝える授業をするときに、いかにいろいろ工夫してるか。喋り方から、黒板の書き方から、避けるとか、目くばせとか、そういうところいかにこう、やってるかっていうのは絶対伝わるんですよね。そう。なんか多分。実はそういう、いわゆる小ネタと思われるようなことが結構重要なんだよね、本当ね。ちょっとしたことなんだよね。いや、本当そう思います。本当にそうなんだよね。そこはやっぱりバカにしないでほしいというか、だから、ね、そこはやっぱり学生とかにもすごく観察してほしいなと思ってるところがあって、自分がいい先生だなと思ってた。まあね、特にうちの大学の学生なんかみんないい先生に出会ってるからこそ当然教育学部来てると思うんだけど、はいはい、そのいい先生って一体どこが良かったんだろうっていうのをね、はい、やっぱりもう一回こうちょっとトレースしてみてほしいんだよね。まあ、ひょっとするとそれはすごい自分の個人的な好みなのかもしれないけれども、でもそれすごく多分大事なことで。いや、そう思いますね。うん、そのなんか そこをベースにして、たぶん、まあ自分が先生になった時は、絶対モデルがないと最初って、うまく授業ができないから、必ず最初誰かの真似をすると思うんだけど、その時のモデルケースを、ただなんとなくやっても絶対ダメで。
やっぱりなんかこうね、ちゃんと明文化して言葉に直して落とし込んで、一つメソッドにしてそれを真似してみる。すごく大事なことなんで。そうですね。いや、だから結構、いわゆる、恩師って言われる人に、の授業を、例えば僕だったら応用実習で、学部4年生の時に高校に戻ったんですけど、ほとんど先生残ってらっしゃって、高校の時に習った先生の授業を、教育を勉強したというか、まあこれから教育に携わろうとしてる人の視点でものを見ると。全然見え方違うんですよ。そうだよね。メタな視点で見るっていうのは全然違くて。いや、そうだよね、それは。うん。問題意識がね、初めてそこで芽生えてるからね。芽生えてるからこそ見たときに、うん、あ、やっぱ実はこういうとこ工夫してるんじゃないか。だから本人はもしかして意識してないかもしれないけど、きっとこれはこういう意味があるっていうのがすごく見えるから、うん、そういう意味ですごくいいんですよね。うん、母校に戻るっていうのは。いやー、わかるな、それは。ちょっと先生尊敬するよね。そうですね、尊敬しますね。自分で最初ね、初めて教壇立ってみた時にね、あれってなんだよね、みんなね。いや、絶対さ、うちに来る学生なんか、それなりに自分は教え方上手いと思ってるね、学生たちだから。そうですね。で、場合によったら学生時代に、なんであの先生、俺の方が全然上手いよとか思ってたやつも多分たくさんいると思うんだけども、初めて教壇立ってみて、はいはい、先生ごめんなさいって思うんだよね。そうなんですよね。やっぱ、いかにあそこがこう、なんていうか、教壇に立ったらすごく孤独、実は孤独な場所なんだなってよくわかるんですよ。孤独だね。そうなんですよね。だからその孤独な場所でいかに生徒と繋がれるか。で、それぞれの生徒の思いを組んで、それぞれの生徒に興味があるというか、いろんなものを持ってもらえるように、こう、それぞれに種をまけるかって、これは相当大変だわって。いやー、わかる。いや、そうなんだよね。で、焦るしね、怖いから、孤独だからだんだん怖くなってきて、一方的に喋っちゃうんだけど。いやー、そうなんですよね。そうなんだよね。だけど逆なんだよね。まず聞かなきゃダメなんだよね。いや、これがもう僕も全然できてないんですけど、やっぱこれは難しい。すごく難しい。反応がない時にやっぱ怖くなって、僕ももう最後逃げちゃって、あ、またやってしまったって時は結構あるんですけど。いやー、わかるよ。いや、怖いから。いや、僕のぐらいの年齢になっても本当に怖いから、それは。反応がない時って本当みんな何考えてるんだろうということで、はい。で、みんなが逆にうなずいてる時とかも、本当に伝わってんのかなとか一瞬、まあ不安がよぎるともう本当にどん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 怖くなってっちゃって、下手したら黒板ばっかり向いてる授業とかね、やっぱりやっちゃうんだけど、とにかくまず聞かなきゃいけないんだよね。で、聞いていいんだよね、落ち着いて。そうですね。そうなんだよ。だから何を焦ってるんだろうって思うんだけど、まあね、本当に最初の方の話に戻るけど、本当に親子の関係とかでもそうで、子供とかに何か教えるときもなんか焦っちゃうんだよね。今やんなきゃ、とにかく叩き込まなきゃとか、もうとにかくまあ注ぎ込まなきゃみたいなことやっぱ思っちゃうところがあって、だけど考えてみると、だって人生とかそんなのとかだって、いや、ずいぶん長い。いや、本当にね、このコロナのこの期間、3ヶ月ぐらいとかね、自粛期間とか、まあ2ヶ月、学校に通じ2ヶ月ぐらいかな、ね、休みあったけど、あの期間に、まあ一番やっぱりやって欲しかったことは、いかにしてこの2ヶ月間を楽しむかっていうね。どんだけ面白いことをやってのけるかっていうね。そこを子供たちには本当は一番やって欲しかったけど、やっぱり内心そう言いながらも僕も、ちょっとこのままでも大丈夫かなって不安がよぎったところもあるし、はい、あまりにもうちの子供たちがエンジョイしすぎてるのとか見ると、これは大丈夫かとか、逆に自分がすごく忙しくてしんどくなってくると、なんでこの子たちが今度子供ばっかりこんな楽しそうなんだとかね、思ったりすることも正直あるし、なかなかそこでデーンと構えて、ね。で、ほんと冷静になって考えたら、80年とかの人生の中で、2ヶ月ってなんだよって話で。絶対この2ヶ月だけでこの子たちの人生は決まらないっていうのは、冷静に考えれば確実にそうなんだけど、でもね、どこかでね、なんか、ちょっと焦っちゃうっていうような。まあだから早期教育とかと一緒だよね。でもね、なんかフィンランドとかみたいにね、もう7歳から小学校が始まって、だから日本よりは1年遅れて入ってくるようなところとかもあるわけだけど、まあ、OECD の調査の中とかでもね、まあ5歳から始まる、学校始まるとか、6歳から始まるとか、7歳から始まるところとかね、いろいろ調べていて、やっぱり圧倒的なのは、まあ、多いのは日本と同じ6歳から始まるシステムなんだけど、でも実は15歳で出てくときまでに、言語能力に差がなくなってるんだよね。そのデータがちゃんと出てるんだよね。まあ、フィンランドとかの場合は、その代わり、幼稚園とか保育園とかの先生たち、まあ、かなり、大変な資格を取るんだよね、はい、あれね。なるほど。ね、やっぱり教育者として、一流の技能をちゃんと持っている人たちが教えてるっていう部分があるので、必ずしも、だから、小学校に入るのが遅いからって言って、その1年間、まるっきり遊んでるってわけではもちろんないんだけど、でもやっぱりそこには教育はちゃんと技術とかね、知能、能力が必要なので、専門的な訓練を受けてる先生じゃなきゃできない部分っていうのは、当然そういう教育は受けてるんだけど、でもじゃあ小学校でやってる内容を急いでやんなきゃいけないかって言って、やっぱそんなことなくて、
どういうやり方でもちゃんと育てていくことはできるんだよね、そこはね。うんうん、なんかそこ本当にみんな焦らないでやってほしいなっていうのはすごく感じる。いや、本当そうですよね。なんか焦ってやることの、なんかなんだろう。罪深さじゃないけど、なんか、すごく自分も大変なんですよね。すごい自分がしんど、本当にしんどくなってきて、うわ、もうこれはダメかもしれないって思うと場面が何度も、僕自身もありましたし、そこでこういかに、なんだろう、自分が止まれるか。でも止まってるだけだとやっぱり不安なんですよね。止まって、でもなんか進めるというか、なんかこう、救いがでもどうしても欲しくなるんですよね、止まった時。わかるな。いや、その止まるって、積極的に止まるっていう行動ね。それがどうしてもなんか人と相対化してしまうから、みんながすごく先に行ってしまっているっていう感じがするし、だけど止まるときは本気で止まらないと見えないから。そうなんですよね。中途半端に小走りとかやってると、やっぱり見えないんだよね。小走りしたいんだったら小走りするという積極的な行動を取らないとダメで、自分で意識的にやってる行動を見れてるときっていうのはやっぱり周りが見えてるからいいんだけど、わけも分からずせかされてるときは、まあ、どれもうまくいかないね。いや、本当そう思います。いや、本当に、この時期に、僕自身もやっぱりなんかこう、何かやんなきゃいけないんだろうと思って、いろいろこう、勉強とかするんですけど、進んでる気がしないんですよ。で、しばらくして、俺そんなにこれ実は好きじゃないんじゃないかと思って、1日2日ぐらい全くやめたときがあって、やめたらやめたで、ちょっとやりたくなってくるんですよね。ちょっとやりたくなってきて。いや、わかるな。だんだん、なんか最初はやんなきゃいけないと思うんだけど、うん、でもだんだん、まあ、なんだろう。うん、まあ、でもなんかそれはだんだん薄れてくるんですよ。うん、楽、だらだらするの楽しい、うん。で、さらに戻ってくると、なんか、ちょっとやりたくなってきたな。で、これに考え始めちゃうんですよね。うんうんうん、考え始めちゃって、あ、やっぱり俺やりたかったんじゃねえかっていうふうなのを結局最後分かって、で、一周戻ってくるんですよ。うん。いや、そうだよね。それきっとそうだよね。で、やっぱ、誰しも多分そこら同じ感じ持ってるんじゃないのかな。うん、その焦りながらやってるときは本当にやりたいことも見えないし、なんかそうだな、受験勉強のときとかにさ、例えば国語やんなきゃとかな。でも国語やってたら、いや、でも数学にも穴が、いや、待て、物理もあるぞとかなって、で、次から次へと変えてっちゃって、結局どれも何もできてないみたいな。はいはい、まあ人間ね、体一個しかないから、やれることは一個ずつ目の前にあることをね、潰していくことしかできないから、結局は括弧撃破しか、ではないんだけど、うん、なんかあれもこれもって気になってしまうんだよね。そこでこう、堂々と止まるっていう選択肢もなかなかできないし、うん、いや、積極的に、いや、そもそも体って、いや、そこなんだよね、体自体もその休むっていうことは当たり前なことなんだけれども、休まないと前に進めないんだけども、なんだろうね、この休むということに対して我々が感じる妙な罪悪感。いや、なんかあるんですよね。なんか止まったらすごいこう不安に駆られるんですよ。うん、そう、だからそこがやっぱずっと感じてたものなんですよね。うん、止まるんだけど、なんか、大丈夫かな。いや、そう、なんかさ、昔からさ、そのマラソンとかで、一回止まっちゃったらもう走り出せないよみたいなことよく言われない。はいはいはい。で、しんどくなるから小走りでもいいからちょっと走り続けとけみたいな。確かにその、3時間とか、まあ5時間とかね、はいはいはい、その制限の中でやるときに一回ストップしちゃったら、それはダメかもしれないけど、でも、例えば、丸1日寝ていいっていう休み方だったら、それは全然それ、ね、寝た方が早く走れるよね。いや、そう思います。いや、それの一つの判例は24時間のマラソンなんですよ、テレビの。ああ。いや、寝るじゃんっていう。寝るよね、寝るよね、確かに。いや、だからできるよ、それは。いや、そうなんですよ。だから、ね、やっぱ休むってことはできるんですよね。そうだよね。ただやっぱ一つ欲しいのは、その休んでるときに、安心感がやっぱ欲しいんですよ。うんうん、休んでることは今正しいと肯定されたいし、うんうん、休んでることが何かに繋がるんだっていうのはどうしてもやっぱり欲しい。でも、それ求めるのは間違ってるんですけど、うん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 、なんか欲しくなるんですよね。そうなんだよな。そこはそのなんかみんなが先に進んじゃってる。じゃあ別にみんなが進めてることを欲してるかっていうと、さほど欲しいとも実は思ってない。ただなんとなくみんなの方がどんどん行っちゃうんじゃないかとか、休んでるうちに自分が衰えていくんじゃないかみたいな。でもまず衰えるってのは間違いですね。筋トレしたら休めば逆に筋肉回復して成長していくわけで。だからまあ少なく、まあ脳みそだってそうだよね。まあ結局まあ、いや、use it は lose it なので、まあ使ってないともちろんどんどんルーズになるけど、逆に使えば使うほどどん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 ね、強化されていくのは間違いないから、はい、ただその時に休息取らないとダメなのは間違いないし。なんだろうね、そのみんなが進めてることを欲してるわけでもないのに、なんとなく先にみんなが行かれると嫌な感じがする。で、まあ、そういうふうに教育されたというところもあるかもしれないけども、うんうん、不思議な焦りがあって。ありますね、うん。なんか見えない何かに縛られてるんですよね。なんかこう、うん、なんだろう。
一度置いてかれてしまったらもう戻れないんじゃないかっていう感覚がすごくあって、なんかなんだろう、例えば留年が許されないじゃないですか、なんか日本の感覚。感覚として許されないところあるね。やっぱ浪人はやっぱここ最近は、全然なんか浪人って一つの、まああるだって感じですけど、留年っていうとなんかちょっとこう。なんかちょっとね、ネガティブな感じです。それはするんですよね。なんかそれって、なんか、なんていうかな、浪人は、スタートを切ってないから、まだ入ってないんですよ、そのベルトコンベヤーに。なるほど、なるほど。うん。だから、留年ってベルトコンベヤーから、なんか流れて、自分だけ取り残されてるから。ドロップアウト感が大きいのか。あ、残っちゃうんですよね。なるほど、なるほど。いや、そうかもしれない。確かに浪人と、まあそうだな、まあ浪人ももちろん、それ入るの拒絶されてるされてるんだけど。そういうの辛さもちろんあると思うんですよ、ね。僕もね、自分が浪人したからよくわかるんだけど、はい、そのなんかね、何者にもなれなかったかみたいな、うん、で、何やってても楽しくない一年というか、ずっと後ろ髪引かれ続ける一年みたいなのあるんだけど、うん、でも確かにその、留年とか、しばらく休んで何かをしてくるとか、あと、なんか一つの仕事やってて、まあなんかなんとなくこれつまんなくなったし、別にやりたいこと見つかったから他行こうっていう時の、うん、なんだろう、この、ね、まあ最近日本でもさすがにそういうのってのはみんないろいろ認めるようになってきたし、はいはい、まあ終身雇用がそもそも崩壊したから、移って当たり前だみたいになってるけども、うん、でもそれもなんかね、移って当たり前だとか、企業が信用できなくなったから自分で道を探すべきなんだっていうのでみんな理由をつけて言ってるだけで、うん、じゃあ、例えば、終身雇用が、認められてるのは終身雇用がまだ存在するような状況下であっても、どん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 みんな移るかって言ったら、ひょっとしたらみんな移んないかもしれないんだよね、それって。そう思います。で、それになんか、ね、不思議な罪悪感を感じたり、うん、あいつはなんか負け組だみたいな感じになったりとかする。僕らの研究者の業界とかでも、今でもその、研究者を目指してて、例えば大学の先生を辞めたりとかして、別の業種に行ったりとかした人のこととかを、研究者に残れなかったって言い方とかする人とかいるんだけど、で、僕の友達とかも何を見てそうだけど、みんな移って全然ハッピーなんで、ね、てかそもそも他にやりたいことがあったから移っただけの話で、むしろその今自分が続けてたその研究者の道の方がやりたいことやれないって分かったから移っただけなのに、なんかね、今でもネガティブな言い方をする人っているんですよ。なんかそれは全然認識が違ってて、そういうことをもっとみんなでどんどん認めていかないと、まあ、ひょっとするとどこかでね、マジョリティがそっちに切り替わって、そうですね。これから生まれてくるような世代の子供たちにとっては、そうやってどんどんね、新しいことをやっていくのが当たり前だったりとかするから、うんうん、その子たちが過半数を超えたとき、いや、普通、まあ日本人だから7割を超えたときかな。7割超えてるってやつで、それかもしれないけど、それになったときになんか、そんな当たり前だねっていうような、なんか昔ってずっと一つの仕事続けるのが美徳だったらしいよみたいなことになるのかなっていう気もするけどもね。うん。多分今本当そういう感覚になってると思うんですけど、うん。なんだろうな。なんかそうなってくると多分、なんかこの時期に遊び尽くせる人とかって強いと思うんですよ。なんか自分が止まることに躊躇しないっていうのは、ある意味、多分その時に、勉強好きじゃない人って、多分強いんじゃないかなってなんとなく思ったり。かもしれない。自分、僕すごく羨ましいなと思うのは、自分の意思で止まれる人は、羨ましい。うん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 、でも、まあ、それが、必ずしも一体主体をするとは全然思わないですけど、でもなんか、ある意味勉強、宿題を出された時に、いや、僕はいいよって言える人って、そういう意味ではきっと強いのかもしれない。そうだね、それは。やっぱ自分で見えてるというか、まあ、やっぱり最初から自分でやりたいこととか、自分の足で歩いてる感覚があった人からしたら、はい、まあ、世間がどうなろうがある意味関係ないというか、はい、まあそういうふうな状況になったねっていうだけで、うん、でもちろんこの事態は本当にピンチに、まあね、いろんな業種によっては本当にすごい大変な思いをされている方とかも、たくさん当然いらっしゃると思うんだけど、はい、でも最初から考えてた人とか、最初から自分でやりたいようにやってきた人って、うん、多分、じゃあこうなったなら逆にこれを利用してやろうだったりとか、むしろ前の状態に戻らない方が面白いかもって思った人もいるにはいると思うんだよね。そうですね。それは。まあ、それはね、もちろんそんな一筋縄でいくような、まあ単純な話じゃないし、ね、オンラインになったから、じゃあオンラインですぐ儲かる商売やろうぜとか、そういう簡単な話ではもちろん全然ないから、みんなすごい苦労いろいろやってるわけなんだけれども、でもこの中でね、なんか本当に今まで続けてきた仕事が、果たしてどういうビジョンを描いてたものだったのかっていうのが、ちょっと差が見えてくるのかなっていう感じがしてて。いや、本当にそう思います。うん、なんか自分はある意味見つめ直す機会に本当になるなと思って、なんかどっかの時に、その食事どころ、うん、まあ、日本の、日本料理を出してるところがやっぱり大変だと。うん、で、その、デリバリーみたいなのを始めたんですけど、うん、でもやっぱり残し、その店でやりたいって、うん、あれはなんでかっていうと、その日本料理とか、外食っていうのは、
その料理だけじゃなくて、空間も含めて提供するものだった。うんうんね、全くそうだね。うん、でまあ、それ全くなんか授業と似てるなと思ったんですよね。うんうんうん、僕それ見る前は、いや、うん、いいじゃん、弁当とかデリバリーでやればいいじゃん。なんでそんなこだわるんだよって思ってたんですよ。自分は教育で、いや、教育は対面じゃないと食べてるって言ったくせに、そう思ってたんですけど、だからそれ聞いて、あ、そっか、結局一緒なのかって思ったり、だから今回の事態になった時に見直して、うん、あ、やっぱり大事だったんだっていう業種もあれば、そうだね、きっと、あ、いらないやん。いらなかったな、この部分はっていうのがね。うん。そうなんですね。いや、わかる。それこそ、ね、長ったらしい会議みんなでいちいち集まってみたいなこととかは、はい、いらなかったねっていうことはみんな本当に分かってくれて。そうで、これも、まあ、ぜひね、だから、これは、この、今回切り捨てていらなかった部分はぜひそのまんま言ってほしいとは強く思ってるんだけど、本当確かにすごくそこの浮き彫りになってきている部分、いらなかった部分、何が大事だったのかっていうのを初めてみんな明文化できるチャンスが。いや、本当そうですよね。なんかやっぱこういう時期になったからこそ、うん、僕らが結局何をしたかったのかって考え始めて、うん、で、なんか結局実際やってるわけじゃないですか、いろいろと。そうなんだよね。うん。やっぱそれってある意味、結局、連携はしにくくなったけど、うん、総括というか、できたね。湧き上がるものがすごくあったんだな、っていうふうに思いますよね。なんか、なんだろうな、ある種の商売じゃなかったんだなっていうのが自分では分かってるけど、僕ね、どちらかというと、自分の、まあ、面白いと思ってるものをただ言いたかっただけみたいなことも、ちょっと思ってたんだけども、はいはい、でもなんか、やればやるほど、やっぱりみんなにもっと楽しんで欲しかったんだとか、みんなが笑顔になるのを求めてたんだみたいなことが、ちょっと今回いろいろな動画を撮ったりとかイベントやったりしてる中で少しずつ自分の中で見えてきたんだよね。で、まあ、まあ、ある種手前味噌になるけど、正直何のはある意味儲けにはならない話なんですよ。そうですね。で、なんかちょっとやりすぎだろうっていうぐらいすごい疲れたって気もちょっとあって、これ本当に続けられないよっていう思うぐらい、毎日ヘトヘトになって動画作ったりとかしてて。いや、ほんとそうですね。僕もまさか、いや、サステナビリティがないですよって、先生に何度も言うことになるとは思わなかった。苦しかったよね、正直ね。本当に苦しかった。なんでこんな荒行をっていうような。僕ね、24時間で走り抜ける物理やった時に僕の友達が、いや、もうこれね、大アジャリと呼ばせてくださいって言ってくれた僕の友達がいて、いや、俺アジャリの人たちほど、俺そんなすごい開放業、千日開放業はしてないから、とてもじゃないけども、全然足元に及びませんとか返したんだけど、松岡聖剛さんが、千夜千冊ってあれをやって、はい、それを成し遂げた時に、まさに今現代の千日開放業だっていうことを言った人もいるんだけれども、あれも本当に多分ね、すごいんですよね、本当にね。とにかくまあ続けるって凄まじい修行だと思うんだけど、まあだからそういうのとか、まあもちろんそんなすごいものには自分ができたわけじゃないけど、でも3月のあの間は、ちょっとなんか少し自分でもそういうのが見えてきたというか、なんか、もちろん当然ね、普通の授業も取ってるわけですよ。はいはいはい、まあ公開はもちろんできないんだけれども、ね、まあ学生向けのね、そういうありますもんね。かなりストック溜まってきてますよね、うん。かなり溜まってるね。だからライブ配信ね、学生向けだけにやってるライブ配信とか、限定配信とかやっぱ多々あって、まあもちろんそれはね、その学大生特有の話とかがいろいろ入ってたりするとかするから、うんうん、まあ、時々学生の声とかも入ってるから、ちょっと外には出せないようなやつなんだけど、でも当然それも同時にやってたわけで、だから毎日日付変わるまでやって、朝早く来てずっとやってって、続けてたけど、なんか自分でもなんでこんなにやるんだろうって本当思ったけど、それを思ってました。そうなんですね。だからよく人にね、物理愛がすごいとかね、小林先生の物理への情熱がすごいとか言って言われちゃうんだけれども、そうじゃないんですよね。いや、そう思います。物理を、物理への愛じゃなくて、人への愛がすごいんですよ。いや、もう本当そう。いやいやいや。なんか、なんだろう。いや、本当に僕先生見てて、なんだろう。ここまで、人として形を成してる人への愛もすごいんですけど、見えない、なんだろうな。見えない人への愛が溢れてるんですよ。いや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 。って思う。いや、どうなんだろうな。いや、そこまで、ね、いや自分がすごいとは思わないけれども、ただ、なんだろう。一つ、こう、悔しいじゃないんだけど、なんだろうな。みんなが誤解したまんま苦しんでるとかしたら、ね、わかんないからなんかちょっとつまんないとか、そういうのになってるとしたら、いや、なんかそれ、いや、別に僕は申し訳ないと思う必要ないんだけども、なんか、いや、そんなことにみんなが苦しむ必要ないのに、なんでみんながそんな思いしなきゃいけないんだろうっていう、なんか、それが理不尽な怒りみたいなのをちょっと感じるんだね。僕、例えば僕学生時代体育が本当に全然できなくて、はい、で、まあやっぱすごく苦しくて、本当に、しんどい思いしてたんだけど、スポーツも嫌いだったし、その当時は。だけど、
大学になって、まあ高校時代に僕は応援団に入ってすごいいろいろと鍛えられて、で少しずつ足が速くなってきたら、なんかいろんなスポーツができるようになっている。まあちょっとずつ楽しくなってきたんでね。で大学に入ったら、もっと自由に好き勝手にやっていいという喜びを知って、で自分でスポーツとかやる分にはなんでこんな楽しいじゃないかって思うようになった。あの当時苦しんでたのは一体何だったんだって思いとかがあって、でなんか理不尽なことで苦しめられてたなーっていう思いがすごく強いんですよ。だけどなんか、そう、まあ、だからといって同じ思いしてる人がいるだろうから、なんか救いたいとかそういうのではもちろん全然ちょっと違うんだけども、なんかね、なんだろう、理不尽な苦しみ方をしてる人に対して、そんな思いする必要ないってっていうところはすごく思う。ああ、でもなんかすごくそれわかります。最近自分自身も疑問がすごい持ってるところで、例えば、働くってことにしても、うん、なんかよく、ね、いや、そこは我慢してやらなきゃとか、いや、やっぱ働くことにはね、やりたくないことも、やんなきゃいけないことだってたくさんあるんだよって、いろいろ言われるんですけど、うん、いや、本当にそうなのかなってすごく思うんですよね。うんうん、いや絶対、うまくみんながハッピーになれる働き方って、あるでしょって、うん。いや、あると思う。そう。いや、あると思う。うん、我慢を強いる働き方を、って、いやだよっていう。いや、おかしいと思う、それは。いや、なんかだからその、ひょっとすると昔は我慢してればいいことがあったのかもしれないんだよね。はいはいはい、だからなんかその、まあ、それと対価が得られたっていうところがあるんだったら、まあ、じゃあ我慢するかっていうのも、まあ、許されたところもあると思うんだけども。はい、じゃあ、まあ、たまたまそれはそのなんかしんどいことをやったらいいものが見つかったっていうだけの話で、じゃあ、楽しみながらやれることがなかったのかっていう、本当にないのかっていうのは誰も探したことがなかっただけの話で。うんやっぱりその、本当はそういうことってあるはずで、ただ人間ってね、どうしても慣れてってしまうから、どれだけ楽しかったことでもだんだん飽きるというか、その意味で継続しないといけないしんどさっていうのは多分見つかると思うんだよね。そしたらなんか別のことを見つけるとか、新しいやり方を考えるとかってしなきゃ、工夫はしなきゃいけなくなっちゃうんだろうなとは思うんだけど、人間って本当、残念ながらそれはね、あるんだよね。なりますね。ひひひひと感じてますね。それはそうだよね。どんなに楽しかったことでも必ず飽きてしまうっていうのは人間が生物として持ってる特性の一つだと思うから。でもそれでもなお最初から苦痛を強いるものがあるとすれば、それはおかしいよな。いや、そうですね。もっとみんながやれる、楽しくやれる方法ってあるはずで、そういうことを開発するために一生懸命にならないといけない。うん。だからそこに自分が頑張った先にみんなが楽になる、うん、楽しい何かがあるなら、うんうん、今多少一番自分が今多少苦しかったとしても、まあじゃあなんかでも将来いいなら頑張ろうって気になる。だからそれでは本当にコロナの自粛と一緒なんですよ。うん、今結構外に出れない辛いって思っても、まあなんかやった先に何かがあるなら耐えられるのかもしれないし、ね、まあなくてもまあ止まって楽しくすればいいじゃないかって、うん、そもそも話なんですけど。そうだよね。いや本当そうだよね。うんそうなんだよな。だからそれ見えてるかどうか。だからまさにまあ最初の話も言ってたけど、その子供たちに対しても、その先が本当に明確に見えてる人がいると思って言えば、先生がすごい楽しそうにやってる。もちろんそれもだから、楽しそうな演技をすることはある意味誰でもできちゃうけれども、そうではなくて、あの人楽しそうだなっていうのが背中から伝わってくるとするならば、じゃあこれ学んだ後にそれがあるんだったら、それやってみたいよなっていうふうになるし、まあ、おのずとそういう人がする授業って楽しい授業になるとは思うんだけどね。そう思いますね。だからそう、なんかその、頑張らなくていいよって聞くんですけど、でも僕やっぱり頑張った方がいいことってあるなと思うんですよ。うん。うんうん、ってか、そもそも人って生きるだけで頑張ってる。いや、そうなんですよ。理不尽なこと多いしね。だって、生物ってね、何か取り入れると死んじゃうからね。そもそも死んじゃうし、頑張って心臓を動かして、頑張って体を動かして、そもそも生きてること自体でもう頑張ってるわけ、ねうんうんうん、で、そう、だから頑張ってるのは頑張ってるんですよ。うん、で、だからでも、楽しいことやるためには、やっぱり多分頑張る修行の期間っていうのはいると思うんですよね。うん、例えば、物理の話をするにしても、うん、やっぱりどこかで、ちょっと苦しいけど、うん、ここは頑張って理解しようっていう場面ってどうしても出てくる。出てくるね。それ学校の中でも授業で、うんうんうん、どうしても、必殺できるように、ちょっと苦しいけど計算頑張るってあるんですけど、うん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 、頑張った先に何かを見せられるかって全然違うと思うんですよ。いや、本当だよ。それが見えてるのであればね。いや、その、確かに頑張らなきゃいけない。つまり、自分の身体の中になかったものを新たにインストールするときは、どうしても無理が伴うので、そうですよね、必ずちょっとした苦痛があるんだよね。はい、拒絶反応というか。はい、でも、それは仕方のないことで、で、あとその、自分から積極的に取りに行くっていう行動も、ちょっと頑張らないとやっぱり取りにはいけなくて、でねうん、で残念だけど、待ってても来ないんだよね。取りに行かないと。
いや、例えば人材とかそういうものとかも、まあ僕もよくだからみんなに、とにかく俺はここにいるって手を挙げろって言い方をすると思うんだけど、はいはい、その世の中の人も面白い人いないかっていうのはみんなサーチは全然してんだよね。はい、サーチはしてるんだけど、悲しいかな、人間はどこにも超能力者はいないので、そうですね。僕はここにいるよって手を挙げてくれないと誰にも見えないんだよね。うん。だからそれをじっと黙ってて誰かが偶然見つけてくれるかもっていうのは、まあそれは人間に過剰な期待をしすぎていて、そこまでの能力は、まあ、こうか不こうか僕ら持ち合わせてないから、だから何かしたいんだったら積極的にまず手を挙げましょうと。そういうことだよね。その努力をすれば、それはおのずと本当にまた開けてくるんだよね。いや、そうですね。出会う人が変わってくるし。うん、あ、本当それは、この1年見てて強く感じました。うん、やっぱり、なんだろう、僕が学部生の時と院の時で、明らかに、その、小林先生が人と出会う速度が、上がってるんじゃないかなっていう気がするんですよ。なんかこう、まあなんか前はやっぱりどうしてもなんか似たり寄ったりとか、もともと知ってた人を紹介してくださってるっていうのは結構多かったから、まあ先生としてももう本人のワクワクは結構過ぎてる。節も結構あったと思うんですよね。なるほど。ワクワクは過ぎてても、この人はでもすごいから、初対に行ってほしいみたいなのは多かったんですけど、どうも最近は。そうですね。確かに。先生自身もその人にワクワクしてるから。ついに新しいものがみたいな、すごい展開がどんどん出てきてて、いや、そうなんだよね。でも、それも本当まさに自分で積極的に手を挙げ出してるからっていうところと、はい、まあ、僕は確かに挙げてた部分もあるんだけど、特に学生の頃から、この人に会いたいと思ったら会いに行ってしまうっていうところがあって、はい、で、当然会いに行ったって何もできないし、で、それといきなりコラボレーションができるわけでも何でもない。それこそ、会いに行ったら会ってくれはするんだけれども、向こうだって突然変な奴が押しかけてこられても困るわけだよね、はい。一緒に仕事をするつもりで会うわけでも何でもなく、ただまあ、こんにちはぐらいできないんだけれども、はい、でも、それをやっぱり続けてたから、だんだんそれが、少しずつ形になってきたというか、うん、まあ、つながりやっぱりどこかにあって、自分にも少しずつ力がついてきたら、一緒にじゃあちょっといよいよやりましょうか、みたいなことがだんだんできてくる。で、それをこう、なんていうか、自分の中でもちょっと自信なかった部分もあるんだけども、この間もこれもかっこつけない本棚の中で出てきてた話だけども、やっぱり教師自身も準備万端の状態で教壇に登れるならば、もちろんそれはいいんだけれども、まずできないんだよね。そんなことをしてたらもう本当に日が暮れてしまうというか、まあ多分人生終わってしまう。で、その状態だから不十分な状態で、もちろん自分のできる限りの努力はするんだけれども、もちろん完璧にはならない。でもその状態で教壇に上がるってことは悪いことではなくて、まさに授業を通じて子供たちと一緒に成長していくっていうことは悪くないので、そういうふうにやっていいんだっていうこと。それがなんか本当にまあこの間もその話の中でそれが見えてきたから、はいはいはい、だからそういうふうにやってていいんだなっていうことを自分でも思えるようになってきたので、まあ、僕なんかの場合はもう46とかなので、もう46のおっちゃんがなんか準備万端整ってないんですけど出てっていいんですかって話になるんだけども、でもね、そうなんですよね。新しいことやろうと思ったら、準備なんてやっぱりどこまで行っても足りないし、はいはい、何がこの次待ってるか分からないから、装備を揃えようがないんですよ。そうなんですよね。いや、本当に、だから、なんだろう、いい加減にやるんじゃないんだけど、うん、未完成のまま出撃するっていうのは、うん、ちゃんとした準備をした上で未完成のまま出て、で、その未完成を楽しむっていうか。うん、いや、本当にね。そうなんだよね。それがいい。むしろそれがいいんですよね。はい、その、だからもうすでに出撃してたら、その過程自体はある意味完成はしていて、それは素晴らしいんですよね。その不十分かと思ってるんだけれども、でもなんかね、本当にそこでね、ちゃんとしたことをやってると、助けてくれる人がいいところで出てくるなっていうのは、はい、それはつくづく痛感しますね。はい、自分には持ってないパーツでも、いやでも昔はね、それもね、自分で全部やりたかったところもあるんですよ。自分でこう欲張りで、俺がかっこよくなりたいみたいな、みんなから認められたいみたいな思ってたところもあるんだけど、でも、そもそもそれって、楽しいかって言われると、実はそんなに楽しくもないんですよね。むしろ自分に持ってないパーツ、自分にないパーツとかを持ってる人と出会って、みんなでもっとでかいものを作り上げていくことの方が、実は楽しくて、っていうのはその、一冊の本とか読んで、すごく面白いのは、あの本のここいいよねっていうのをみんなで語り合う。とかね、映画見たらその映画見てみんなで、あそこ最高じゃないみたいなのとか、もう自分同じね、アーティストが好きな人同士で、あそこやっぱり、いや、あのコンサートのあそこでしょみたいなのを言い合うのって、本当に楽しいじゃない、うん、そうですね。人間だよね、その共有した時の、共感を得た時の楽しさってあるから、そうすると結局一人でやったとしたって、見てほしくなっちゃうんだよね。ねえねえ、すごいでしょってちっちゃい子が言うのと、はいはい、僕こんなの作ったんだよって言うってのは、やっぱり大人になってもそれは人間って多分本質的に持ってて、うん、だからどうせだったら多くの人とみんなで、いや、こんなすごいできても、あの瞬間すごかったねっていうのはやっぱり言いたいから、
そう思うとね、なんか自分に持ってないパーツを持ってる人がいるならば、その人たちとどん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 繋がっていって、なんかね、あれらしいんだよね。これもそのナポリの、あの、スーツ屋さんとかで、これなんか、はいはい、漫画で読んだのかな、あの、ね、ま、ちゃんと僕確かめてないけど、はいはい、でも多分そうなんだろうなと本当に思ってるんだけど、スーツ屋さんとかでも、上着と仕上げる、そのジャケットを仕立てる人と、はいはい、パンツを仕立てる人って、それぞれみんな別なんだって。もちろん自分でできる人もいるんだけど、でもそのそれぞれやっぱり自分のその専属みたいな、専門みたいなのがあって、ジャケットならジャケットを極めるのだけでやっぱり一生かかる。で、パンツならパンツを極めるのだけで一生かかるって、そのくらいのものらしいんですよ。だからそれすごくなんか職人のそういうの、その世界って納得いくなって思うところがあって、そのくらい一個の道を極めるって多分めちゃくちゃ大変なことで、だから、一流どころを集めて何か面白いことをしたいというのであれば、自分一人が何個も何個ものものをね、極めてからやるなんてのは多分、二流のものしか多分できなくて、それよりは本当に一流を極めてる人たちをみんなで集まってみんなで面白いことやりませんかと。はい、その時に、みんなにとっての夢であることって多分すごく大事で。確かに。俺が有名、少なくとも俺が有名になりたいなんてのはそんなの一番ダメな類の夢なんだよね。そうですね。すごいでかい風呂敷を広げて、うん、みんなが、あ、それだったらいいねっていうような夢を持てると、じゃあみんなでやろうぜっていうふうに多分なってくる。だから そこの夢の深さっていうか、目標の深さってすごく大事ですよね。うん、頑張る。だから中には辛い時もあるかもしれない。うんうん、けど、その夢が深い夢なのか、うん、大した夢じゃなかったら多分辛いんですよ、うん、ただそれは。そうなんだよね。そこって多分、プロジェクトやるときもそうだけど、授業やるときも絶対そうで、うん、足し算をやるときに、うん、次引き算があるから足し算をやるんだって言われるよりも、うんうんうん、なんかよくわかんないけど、うん、足し算やるって悪い人に騙されるんだよって言われたら、うん、なんか、え、そうなの？じゃあやるかって気になるというか。そうなんだよね、まあ。その先に見えるものなんだよな。そうなんだよ。深そうだぞって思わせたらなんかもう勝ちな気がするんですよね。いろんなことって。本当そうだよね。今回そこはすごくみんながいろいろね持ってる夢がどれだけの深さだったのかとか、はい、どれだけ多くの人に共感得られる夢だったのかっていうことはちょっとこのコロナの状況で見えたんじゃないかなってことを思ってて、そうですね、でいろんな試みをやってたけれども急にコロナになった、だからコロナの前まで、はい、あ、この人とは同じ方向を向いてるかなとか思ってたのが、はい、意外となんかコロナになってみたらあれちょっと違うぞっていうのが見えてきたりとか、ね、まあ向こうも逆にそう思ってたりとか、はい、なんかそういうところで少しこう見えてきたなっていう感じは強くあるんだよ ね、なんかね。まあなんか、カラコもそう、そういうなんていうか、こう、一つ区切りというか、うん、きっかけがあったからこそ明確になってきたものっていうのはすごくあるなと思って、照らされたものっていうのかな。もうもともと多分外れてた。でもなんかレイヤーが多分違う。同じ方向向いてるんですけど、レイヤーがそもそも違う。で、そのレイヤーを剥がしてくれたというか。そうだね。そもそも違う世界で、ゴールが違うんだった。そうだね。そこはなんかちょっと分かってきたところがあるよね。だから本当にみんながなんか共感できるような大きな絵図をどれだけの人が持ってたのか。はい、なんかそういうものっていいなってちょっと改めて思ったところがあって、だから本当に今回、なんかなんだろうな、その、今まではいろいろな国が例えば抱えてた問題とかも、はいはい、国ごとにやっぱり違いすぎて、そうですね。例えばね、食料の問題とか難民の問題とかであっても、はいはい、僕ら日本人にとっては、まあ対岸の火事だっていうところがちょっとあったりしたわけだよね。はいはい、だけど、こんなに世界中が同じことを問題として抱えて、みんなして同じことに困ってるっていうのは、まあ本当に稀に見るケースで、そうですね、あとは本当にね、それこそ世界大戦とか、そういうものぐらいしかなかったわけで、はい、まあ世界大戦なんてね、やっぱり強い国と弱い国とでも全然違ってた、はい、立場が違う、ね、うん。今回もね、いろいろと国によって、まあうまくいったところとかいかなかったところ、苦しみ方とかいろいろ違ってたかもしれないけど、はい、それでもなんかちょっと共通の 敵っていうほどでもないかもしれないけど、コロナって。なんかそういうものがなんか一つ見えて、やっぱりみんなってみんな繋がりたかったんだなとか、言ったら僕ら3つ好きなんだよね。三密やりたいんだよね。人間って、ああいうことやりたかったんだっていうことがすごく見えたりとか。全人類結局同じだったんだなっていう。っていうのがね、見えたよね。やっぱりみんな本当に同じ体を持ってたんだなっていう、やっぱり人間だったんだなっていうことをすごく見えたから、そうですね。そうなるとこれを踏まえた上での新しい教育なりなんだり。だから僕その、教育で世界を変えるっていう言い方がやっぱりもうすごく嫌で。学びというか、もっと言うと、学問で世界が変わるというか、はい、というか学問はもともとそういう力を持ってるから、単純にその、僕ら人類が作り上げてきた最高の芸術作品って僕は言い方してるけど、はい、司法だよね、まさにね。
っていうのを、そこに答えっていうかヒントは書いてあるから、うん、みんなでそれ読んでいけば、うん、なんだよ、こうすればよかったんだっていうのは多分見えると思うんだよね、自動的に。そうですね。まさに一時情報に当たれってことですよね。うん、教育っていうのは誰か教えてを返すから、そうだね、二次情報になる。その学問っていう学問体系に、そうだね。それを直接読み解くことで、そうだね。うん。現状で、ね。繋がれるんですよ。そうですよね。現状で。そうだよね。そこを見ればいい。実はそこだったって。だから全員がそこにアクセスしないといけないから、はい、誰かを介して、だから、まあ、わかりやすく説明してくれる人の言葉で理解するのもいいんだけども、うん、でもそうじゃなくて、全員が直接そこの原点に当たれるようになるっていうのが、はい、多分一番、はい、生に当たれるのが一番いいから、いや、そうですよね。そのためにそのね、ちょっと地から締め出されてた状況というか、うん、一部の人たちだけが地を独占していたりとか、はい、まあ、ある種の学校教育によって、まあ、ちょっと差別化を、変な意味での差別化が図られてしまって、はい、自分はその学問には向いてないんだっていうのは、はい、完全なる勘違い、思い込みさせられてしまってたり、つまんねえな、これ、と思う勘違いを植え付けられてしまってるようなという状況を、やっぱりこれで一回取り払って、誰でもアクセスできるし、ちゃんと順番でやっていけば、誰にとってもこれワクワクするぞと。さらにその学問の中のエンターテイメント性という、学問そのものが持ってるエンターテイメント性を、もっと、明示的にみんなに見れる形、はい、体験できる形に戻していくっていうか、それを出していて、まあ現代版に焼き直していくっていうのが僕らの役目かなっていう感じがしてるんだよね。そうですよね。その、なんていうか、内容を面白く伝えるっていうことよりも、うん、そこにアクセスできる手助けというか、うん、手助けでもないんだな。うんうん、一緒にやろうよというか。そう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 。ここ面白そうだよって言ってるっていうことなんですよね。うんうん、そうそうそう。まさにそのための、なんか、最初は変なやつが現れたかもしれないけど、はい、そのね、ムーブメントを起こすためには二人必要であるってね。はい、まず一人なんか踊り始めた変なやつがいて、うん、で、二人目がそれを見て真似をし始めたらもうムーブメントになるっていう。うん、まさにその一人目の変な踊りしてるやつっていうのになりたいなというか、うん、まあ別にもしやってる人がすでにいるならば、二人目のアホになっても僕は構わないし、でまあ実際には同時多発的にいろんなところで多分そういうのが起きて、僕はそのある場合には3人目かもしれない、4人目かも、100人目かもしれないし、いろんなところでいろんな役割をしていくことになるんだろうというふうに思うんだけど、なんかみんながなんとなく思っていることを、ちょっと一つ形にね、実際明示的にやっていって、で、それでなんか世界中でみんな、やっぱり面白いなっていうふうになればいいなっていうふうに思うよね。そういうことしていきたいですよね。していきたいね、ほんとね。だからまあまさに世界学校プロジェクトだったりとか、様々なプロジェクトね、まあ今ちょっと考え出してるやつがあるから、実現させたいですね。したいですね。それをね。なんかその、僕たちの計画で、僕たちがやったことが、それで完結するものじゃないんですよね。うんうん。あくまでもパイプというか、うん、橋というか。そうなんだよね。そもそもそこで完結させる気がない。うん。そうなんだよね。本当そうなんだよね。そうなんですよ。で、それで全然構わないし、なんなら僕らがやり始めたことだったとしても、僕らは完成を見なくて、死んでも構わないというか、なんか、よくわからないムーブメントになってまだ続いてたり、みんな、たくさんの人が参加して、最終的に誰かが完成させるでも、僕も全然構わないと思うし。まあ、僕は完成版見たいですけどね。どうせなら確かに見てから知りたい気もするけれども。橋の基礎を作ったら、まあ、できてる過程はまあ、多分それも橋作るのは面白いんだろうな。いや、でもそれは、橋の基礎を作ったら、完成した橋は一回も渡りたいっすね。確かに渡りたいな。でもなんかやり始めてみたら意外と、あ、もうすでに誰かここ基礎作ってたわとかもあるかもしれないよね。ありますよね。あの人やってたんだ、俺気づかなかったわ、みたいな。そうなんですよ。あったりとかするよね。すげえ人昔にいたんだな、とかね。いや、ほんとそうっすね。多分あるんだろうね、きっとね。うん。それがなんかでも時代を超えてそういう人とも繋がれるというか、うん。それって学問ですよね、学問だね。本当にそうなんだよね。で、そういうものはちゃんと残るから。ちゃんと誰かが掘り出さないといけないことだけども、絶対残ってみるはずだから、うん、僕らはそれに、まあ、ちゃんと学んで気づかないといけないね。僕らは多分、そのいろんなところにこの情報とかも転がってるんだけど、気づけない場合はやっぱり多いから、やっぱりアンテナをちゃんと立てないといけないし、いろんなものに敏感にならないといけないよね。それはそうですね。だからやっぱりネットとかのこう情報が来た、二次情報、三次情報が溢れてるところで、一次情報に行くように、なんか繋がるというか。うん、やっていかないといけないね。うん。まずはだから俺らがまず自分たちのできるところの範囲からちょっとそれをどんどんやっていって、まあだからもう、本当にゴリ夢中でもあるんだけども、ゴリ夢中っていうのは暗中模索だかなんだか、まあその辺の四字熟語は片っ端から並べられるぐらいだけれど、けどまあ、まあでもやってみるしかないね。はい。こればっかり本当やってみて初めて見えることというか。そうですね。実際やってみたからこそ、こんなについてきてくれる人いるんだっていうのを今回よく分かったし。ね、
本当に。いや、本当、あれ、本当ありがたかったです。本当ですね。改めて、だから、あれか、24時間走り抜ける物理についての感想みたいなもん、ちゃんと語った場面ってないもんね。ないですね。確かに。それもだから、ちょっとこれも語らないといけないですね、これね。これ、いや、本当に、とにかくね、本当にありがたかったです。で今回だから24時間が終わった後も、ああやって歩行動画とかも、本当にたくさんの人が見てくださって、いろいろコメントくださったことも、本当にね、熱烈なファンの方も見てくださって、本当嬉しい限りで、ね、いやー、これはね、どれだけ励まされたか。いや、なんかね、見て動画出会えて、ありがたかったですとか、嬉しかったですって言ってくださる方、たくさんいらっしゃるんですけど、それはね、こっちのセリフですっていうくらい、こっちもめちゃくちゃありがたかったんですよね。そうですよね。なんかやっぱ一緒に、これやって分かったのは、あ、賛同してくれて一緒にやって、しかも、まあ何より、こんなにあったかいんだ、世間ってやっぱあったかいんだなって。思うよね。思いました。世の中ね、そのよくなんかね、僕も、いや、社会は厳しいよね。やっぱり自分で言ってしまってたところもあるし、学生たちや子供たちに言ったこともあるんだけれども、でもやっぱりね、そんなに冷たくないんですよ。いや、そうなんですよね。本当にあったかい人たちもたくさんいて、もちろん冷たい人もいるかもしれないけど、でも、一人の人間だって、ずっと冷たいってことってまずないし、ない。で、逆に言うと僕らとかだって、朝不機嫌で、昼なんか美味しいもの食べたら機嫌良くなってなんてこといくらでもあるから、たった一個たった一回のことだけでやっぱり一つを判断するっていうのはあまりにももったいなくて、そうもったいないですよね。だからやっぱりいろんな方面を見て、そのあれを判断してほしいし、ね、勉強学ぶことが好きか嫌いかっていうのだって、たまたま学校の課題は嫌いかもしれないけど、本当そうなんだよね。本当その人は別に他のことに可能性があるってだけで、なんて問題はないんですよね。そうなんだよね。そこを本当構えて、なんだろう、本当にいろんなことがまさに無限大の可能性が広がってるので、はい、とにかく焦る必要はないから、ゆっくりちょっと腰を据えてやっていきましょうよっていうところですね。ここはなんかみんなでやっていきたいんですね。